はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、営業保証金の返還について解説させていただきます。で、これはよく出題されるわけではないけれども、まあ、ちょこちょこ出題される部分なんですよ。なので、これ知らない方が意外と多いんですね。なので、ちゃんと知っておきましょう。これ出たら、そんなに難しくないので、絶対得点してほしいんですよ。出題されたら。なので、まあ、今回は、その部分お伝えしていこうと思います。で、まず、営業保証金の返還って何なのかっていうと、供託物の入れ替えをするってことなんです。営業保証金って、まあ、例えば、まあ、現金で営業保証金を供託するとかがそうですよね。で、今は現金って言ったんですけども、営業保証金を供託する際に、供託できるものっていうのは現金だけじゃないんですね。例えば国際証券とかでもいいし、地方債証券とかでもいいです。あと政府保証債証券とか、あと国土交通省令で定める有価証券とか、まあ、こういったものでもいいんですね。で、まあ、国債ってね、わかる人はわかるけれども、わからない人はね、国債ってなんだろうって思うかもしれないんですけども、国債っていうのは、国が債務者の貸金債権っていったイメージです。例えば、私が国債を買った、1000万円分国債買ったというのであれば、その国債の債権者っていうのは私なんですね。私が債権者で、債務者は国になります。つまり国が私から1000万円を借り入れた。それを証明する債権が国債です。国が債務者でお金を出している人が、まあ、債権者で、この国債を持っている人ですね。で、地方債っていうのは例えば都道府県が、発行するもので、都道府県が債務者。その債権を買ってる側。まあ、今回で言ったら地方債を買う人が、まあ、債権者になります。で、政府保証債とか国土交通省令で定める有価証券。まあ、こんなものってそんなに覚えなくてもいいです。まあ、こういうものがあるんだって言った感じで全然いいです。この国債とか地方債とか、政府保証債、国土交通省令で定める有価証券。これすべて、まあ、有価証券なんですよ。有価証券。証券なんですね。なので、これはまとめて考えてもらってもいいです。ただし、違うことがあって、それは評価額が違うんですよ。例えば国債の場合は、国債の証券に、例えば1000万って書いてあったと。額面に1000万円って書いてあったら、その、国債の評価額っていうのは1000万円なんですね。つまり営業保証金として、額面1000万円の国債を供託したのであれば、つまり法務局に預けたというのであれば、これは1000万円預けたことになるんですよ。一方で、額面1000万円の地方債証券、これを預けたってなった場合、1000万って書いてあるんですけども、それは評価額が 90% なんで、営業保証金に換算すると900万円にしかならないんですね。地方債証券1000万って額面書いてあったとしても、これは営業保証金で言うと900万円にしかなりませんよ。つまり900万円換算になると、まあ、いうことです。政府保証債証券も同じです。政府が保証する債券、例えば額面1000万って書いてあったとしても、これを営業保証金として供託するのであれば、それは900万円にしかなりませんよ。90% にしかなりませんよ。ということです。で、国土交通省令で定める有価証券。これについては、額面の 80% になります。国土交通省令で定めるって書いてあるんですけども、この国土交通省令っていうのは、国土交通大臣が定めるルールなんですね。つまり、国土交通大臣が、この有価証券、ある有価証券があって、その有価証券については、80% ですよって、まあ、決めてるって話です。これと、まあ、A っていう証券と B という証券と C っていう証券があって、まあ、これは、国土交通大臣が、80% ですよって、まあ、決めてるっていったイメージで、頭に入れていただければ大丈夫です。まあ、とりあえず、まあ、国土交通省令で定める有価証券っていうのがあって、まあ、それについては 80% なんだって覚えていただいて、これは問題ございません。ここは別に理解はいらないんですよ。ここは理解はいらないです。覚えるだけで大丈夫です。つまり、供託物に対して評価額がいくらになるのか、まあ、何パーセントになるのかっていうのは、ここは絶対に覚えておいてください。これ覚えていないと解けないので、ここは覚える。理解ではなくて覚えてください。で、ここから、じゃあ問題に入っていきます。ここはちゃんと考えて答えを導いていかないといけない部分なんですね。例えば、
本店一つの宅建業者がありました。本店一つだから営業保証金は1000万円供託しなければいけません。まあ、営業保証金制度を利用していたと仮定します。その場合、この1000万円、はじめ現金で、供託してました。つまりこの1000万円は、はじめは現金1000万円供託していたと考えてください。で、この業者、現金が必要になったから、営業保証金返還したいって考えました。そした場合、現金を1000万円戻して、何か別の供託物に入れ替えるわけですよね。今回、国債で入れ替えようとしてます。供託した1000万円を戻して、で、新たに国債を供託するっていう風なことをやろうとしたんですね。交換する、入れ替えをする。これをやった場合、国債は、額面いくらの国債を供託しなければならないでしょうか。実際本試験では、計算させる問題は出ないんですけども、まあ、これぐらいは絶対に計算できるようにしてください。答えはこれ1000万ですね。1000万円の国債を供託しなければならないということです。で、これなぜかというと、国債っていうのは評価額 100% ですよね。なので、まあ、1000万円の、額面1000万円であれば、それは1000万円として扱えるわけだから、そのまま1000万円を供託すれば OK だということですね。で、続いてですね。はじめ同じです。現金1000万円で営業保証金供託していました。そして900万円分現金必要だから、900万円を戻して、で、地方債証券で、入れ替えをしたと、供託したと考える場合、じゃあ地方債証券いくら必要ですかという問題です。現金900万円を戻すということは、供託所に残っている現金っていうのは100万円残っているわけですよね。供託所には100万円残っています。では、額面いくらの地方債証券を供託したらいいでしょうか。ここの金額ですね。地方債証券の額面。900万円を取り戻すわけだから、残りは100万円残ってます、供託所に。で、新たに地方債証券を入れる。いくら必要でしょうか。これ答えは、1000万ですね。これなぜかというと、900万円取り戻してるってことは、まあ、900万円不足してるんですよ。だからま、現金は100万円だけ残っていて、まあ、900万円分不足している。その900万円分を地方債証券で補わなければいけないってわけですよね。で、地方債証券は額面 90% にしかならないんですよ。額面の 90% にしかならないわけだから、例えば900万円預けたとしても、その900万円っていうのは、90%、981、810万円の評価にしかならないんですね。だから900万円だったらこれ足らないんですよ。900万円だったらこれが810万円になって、プラス100万円だから、910万円しかならないわけですよね。だからこれ足らないじゃないですか。営業保証金1000万円足らない。だから、じゃあ1000万で考えたらどうかって考えると、1000万円だったら、まあ、90% でこれ900万円になりますよね。900万円と、まあ、残っている現金100万円で合計1000万になると、まあ、いうことです。まあ、これが900万ってことですね。ここになってくるとやっぱり比較的引っかかりやすい人が多いんですよ。まあ、ここの計算って、あまり計算って正直してないですよね。分数とかもしてないんですよ。まあ、もちろん分数使って、細かく計算するっていう方法はありますけども、そんなのをしなかったとしても、ある程度見当をつけて、計算することできるじゃないですか。例えばこれ900万って考えたら、あれ、900万の 90% だったら900万円絶対少ないですよね。そしたらこれ足らないじゃんってなりますよね。で、一方じゃあ1000万って考えたら、1000万円だったら 90% だったら、あ、900万か。900万円と現金100万円残っている。まあ、取り戻した900万円、現金900万円と、地方債証券。これも評価で言うと900万になりますよね。これだったら同じ額だから OK だ。みたいな感じで、まあ簡単な計算でこの辺は解けますので、この点は絶対頭に入れていただければと思います。もしあなたが勉強しているけれども実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に宅建の教材だけで勉強していたとしても、なかなか理解することは難しいです。理解学習をするには、それぞれの法律について、専門的な本だったり、専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですが、それをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。
もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったり、イメージだったり、考え方だったり、理由付けだったり、理解するために必要な内容を入れております。またわからなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。